はいさあそれではこの時間は人文1国語敬語法国語常識、えー、こちらのページを解説していきます、えー、テキストは24から26ページ、えー、こちらをご覧いただきましてまず、えー、冒頭の例題等問題を解いてからこちらの映像をご確認くださいさあそれでは早速ですが解説に入っていきますさて敬語法、えー、まずいわゆる語文法 まあ今のおしゃべり言葉ですねいわゆる口語文法の中でもこの敬語法の出題がやはり群を抜いて多いんですね。ですのでこの敬語法についてこの動画の方でレクチャーをさせていただければと思います。で早速ですがまずお手元のテキスト24ページこちらの例題これをちょっと見てみてください例題次の各文の防線部の語句を適切な敬語表現に改めその敬語の種類を答えをただし 丸二は二千七年二月に発表された敬語の指針の示す五種類から答えるものとする。ここでは五種類と思っていただけましたか。この五種類と化した敬語、こちらをまずご存知ない方が結構な数いらっしゃいます、えー。今そちらの問題にも示してあった通り、二千七年にですね、はい。 文部科学大臣の諮問機関なんですが文化審議会国語文化会というところで敬語の指針なるものが発表されましてそちらでは従来認識されていた3種類の敬語法をより細分化して5種類として運用しようということが答申されていますそして教員採用試験の場面でもこの5種類化した敬語が問われることがあります。 でですので従来の尊敬・健常・丁寧という3種類の分類では十分に問題が解けないことがあります。えー、ですから、ここでは5種類化した敬語法、えー、これをレクチャーさせていただければと思います。さあそれではまずはその5種類化した敬語法なんですけれども、はいえー、この24ページ、十四ページに、はいえー、真五種類、旧三種類という図表があると思います。 えこちらの13番にまず尊敬語そして下の段17番の空欄に敬語1謙譲語 1, はい謙譲語1でページ変わりまして25ページ25ページの上の段に図の続きがありまして21番の空欄に謙譲語2そして24番の空欄に丁寧語最後に27番の空欄に美化語が入ります。 とということで尊敬語、謙譲語1、謙譲語2、そして定例語、美化語、これを5つ合わせて、はい、いわゆる敬語法といいます。さて、それではここではその5種類化した尊敬語から美化語までをそれぞれ説明していきたいと思います。えー、まずこちらの図図にに今あお説明した図について はい、お話していいいきたいと思います、えー、さてそれではまず24ページの、はい、真5種類13番空欄に尊敬語と入っているここをご覧くださいさてまず尊敬語とは定義敬語の指針による定義です、はいえー、公表された敬語の指針によりますと尊敬語とは相手側または第三者の行為物事状態などについてその人物を立てて述べるものと定義されています はいまず皆さんここですね相手側または第三者のはいここマーカーを引いてください相手側または第三者のはいということでございましてこれを噛み砕きますと動作の14番に指定が入ります動作の指定する人を高める言葉まずそれが尊敬語と理解できますはいそして例その例としてを何々になるはい それかられるられるこれ助動詞ですねそして16番いうの尊敬語ここにはおっしゃるを入れてくださいはい。というふうにまずは説明ができますはい。そしてポイントはですね動作のしてする人をはいここなんですねこの動作って言葉を四角で囲ってくださいまず動作に注目して動作をする人これを高める言葉が尊敬語だ というふうにまずは理解していただきたいんですね。はい。ではこちらにその図を示しました。はい。例えば高めるべき相手がはい高めるべき相手がする人だったときはい使われる言葉が尊敬語です。 例えば先生が言うこの場合先生が高めるべき相手ですよね先生は言うって動作をする人ですですから「言う」を「おっしゃる」という尊敬語に変えてみせるわけですね、はい、さあそれでは24ページの、はい、空欄17謙譲語こちらにいってみましょうでは空欄17ここにまず謙譲語と入れてください。謙譲語1はい さて謙譲語1と謙譲語2この2つに分かれたわけなんです、はい、従来は謙譲語とくくられていたものですねさあこれがどのように違うか、はい、これをぜひつぼをつかんでいただければと思いますさてまず謙譲語1、えー、定義、はい、まず敬語の指針による定義です自分側から 相手側または第三者に向かう行為物事などについてその向かう先の人物を立てて述べるものと定義されていますはいまずポイントはここマーカー引いてください相手側または第三者に向かうはいここマーカー引いてくださいさらに2行目の二重線つけてあると思うんですけどねそこ赤ペンで同じく二重線なぞってくださいその向かう先の人物を立ててはいここ二重線ですねはい。 さてこれがツボなんですどういうことか相手側または第三者に向かうってどういうことでしょうはい例えば「申し上げる」といった時にはい私が先生に言う私が先生に言うといった時にこの「先生」を高めなきゃいけません。でこの「先生」に「言う」という行為が向かうわけですね。 で言うという行為が向かうその向かう先の先生これを高めなきゃいかんときに使うのが謙譲語1だというそういう説明なんですでこのとき先生は言われる人ですよねだから噛み砕いて言うとこうなりますでは皆さん24ページ、えー、またご覧くださいはい、えー、24ページの謙譲語1これの矢印の先です動作の,の後18番ここに相手 される人を高める語、相手と入れてください。中でも、はい、ここ赤ペ,ン赤ペンで、ええー、二重線つけてください。相手側、または第三者に働きかけ、影響を与える、二重線です。はい、ということでですね、例。はい、まず、を何々する。そこにはするって入れます、十九番。それから二十番は、言うの謙譲語ですから、申し上げると入れてください。はい、ではですね、先ほど。 えー、口頭で挙げた例「私は先生に言う」ではなく「私は先生に申し上げる、はい」このメカニズムをちょっと図でご説明しますはいじゃあ皆さんこの図を見ててくださいねまず「私が先生に言う」この場合高めなきゃいけない相手は先生です先生は私から見て言われる人ですよねはいまず大前提としてはい 動作の受けて、動作をされる人。この、される人を高めなきゃいけないときに、使うのが。はい。謙譲語一であると。はい、そう理解してください。ですから、私が先生に言う。この言うは。申し上げるという謙譲語一に。 言い換えてあげるのが適切ななわけなんですねこの時言うという行為まあもちろん謙譲語一に直してますから申し上げるという行為です申し上げるという行為は、はい、言われる人先生に向かってますそして先生は言われたことによって申し上げられたことによってはい、自分の振る舞いや行為を変えるかもしれませんこの言われたことによって行為や振る舞い変えるそれが、はい、定義の言うその向かう先の人物をして述べるもの 噛み砕いて働きかけ影響を与えるという意味であります。よろしいですか。さあ、ということで謙譲語一は動作の。はい、受けてされる人を高める言葉であり。はい、働きかけ影響を与える局面で使うんだと、こう覚えてください。さて、これに対して二十五ページご覧ください。二十五ページの謙譲語二。はい、この二十一番に謙譲語二と入れてください。別名定調語と言います。さて、これは定義。 自分側の行為物事などを話や文章の相手に対して丁重に述べるものはい自分側のってここも書いてくださいつまり行為が向かわないんですあくまで自己判決します自分側の問題なんです自分側の行為物事などを話や文章の相手に対してここ赤ペン二0銭ですねはいつまり聞き手読み手 聞いてくれてる人に対して敬意示さなきゃいかん時使うのが謙譲語2なわけなんです。はい、これをかみ砕くと矢印の先22番、はい、ここに「聞き手」入れてください。「聞き手」表現する相手を高める語、はい。でここ赤ペン20線ですね。「自分話し手が減り下る」はい20線ですね。ことで丁寧に伸びる通常マスを伴うと例、はい、23番には「マイル」と入れてください「行く」の謙譲語ですね。 例えば、私が弟のもとに参ります。私が弟のもとに参りますって言ったときに。はい、弟に参るという行為は向かっちゃいますけど、弟を高める気ないですよね。私が弟に、私が弟のもとに参りますっていう話を聞いてくれてる人に対して敬意を持ってるわけです。この参るという行為は自己判決する。その聞いてくれてる人に影響を与えない。こういう時使うのは謙譲語一なんです。であ、謙譲語二なんですね。こういう時使うのは謙譲語二なんです。 はいですから他にも例えば「私はここにおります」「おる」って謙譲語があるんですけど「おる」これも私がここにおりますといった時それを聞いてくれてる人に対して敬意払ってるのであって誰かに向かう行為じゃない自己完結しますねその「おる」という行為は。ということでございまして今お話していることを図にしますとこんなふうになります。はいまず はい、自分がへりくだるつまり下手に出るへりくだるつまり下手に出る気持ちがありますでへりくだる気持ち下手に出る気持ちを持ってして表現する相手つまり 聞き手や読者を高めなきゃいけない。はい、こういう時使うのが謙譲語二であります。はい、私が参ります。私はおります。はい、こういった聞き手に対して、へりくだる気持ちを持って敬意を払う。これが謙譲語二なんですね。さあ、それでは皆さん、話まといますよ。ここがツボです。 謙譲語一は動作の受けてされる人を高めるときに使う言葉で相手に影響を与えますこれに対して謙譲語二ははい聞き手や読者に対して減り下る思いから使うもので向かう先に影響を与えませんここがツボなんですこのツボを押さえていただければ一と二の区別はできると思いますねさあそれではこの後ははい定調語美化語へ進んでいきましょうはい さあそれではではすね、えー、テキストの25ページ「丁寧語」と「美化語」この2つについてお話したいと思いますさて24番の空欄に「丁寧語」27番の空欄に「美化語」が入っています、えー、元来この2つはいわゆる「丁寧語」としてくくられていたんですがこれも細分化しようというのが敬語の指針の考え方です、えー、まず24番「丁寧語」です定義話や文章の相手に対して丁寧に述べるものとされていますはいここも書いてください 話や文章の相手に対してはい、まがですねということで、これを噛み砕くと矢印の先です25番、聞き手読者に対する一般的な敬意を表現する語ということになりますはい、この一般的な敬意ってとこに赤ペンで二重線つけてくださいそして この一般的な経緯の下にこれを書き加えておいてください。今二重線つけていただいたその下にちょっと狭いかもしれませんが行間ね。 はい、×へりくだりって書いてくださいこの聞き手に対する敬意なんだっていう点は謙譲語2と重なっちゃうんですね重なっちゃうんですけどへりくだる気持ちを持ってして聞き手を高めるのが謙譲語2なんですねで、ところがそのへりくだりの気持ちを特段持たずあくまでも丁寧に述べるっていうのが丁寧語なんですなのでへりくだりの意がないってところが謙譲語2との違いなのでメモしといてください、はい、そして例 26番には「ですはいますございます」このですますございまごというのがいわゆる丁寧語のひな型ですはい次に「美化語」いきましょう美化語これはもうそもそもですね定義はいそこを曲がっておいてください「物事を」はいそもそもこれも「物事」を美化して言うものであってこれは敬意が込めたものじゃない,ないですねはい、えー、敬意とは別に美しく見せたい語につける言葉とされています例えば 酒酒持持っってててていいじゃなくてお酒を持ってきてくおをきださい美しいですね。ということで、はい、そこには28番「お」それから「飯だ」「飯持ってこい」ではなくて「ご飯をください」ね美しいです。はい「お」とか「ご」29番にご」を入れてください。さて、まあ、念のためこれも図示しておきます、はいえー、まず、えー、丁寧語でございますが先ほど申し上げた通り「 はい減りくだる気持ちは持たずにはい表現の相手つまり聞き手に対してはい丁寧な物言いをするっていうのが丁寧語のポイントですね。はい これ減り下りの気持ちを持ち合うと謙譲語になりますからこれ注意しましょう、はいえー、そして美化語、美かご美化語なんですがもうこれはもうそもそも経緯とは別問題で、はい、物事を美しく見せたい、はい、こういう時使うのが美化語です、はい、ということを押さえていただければと思います。さあそれれでは皆さんこれを踏まえて はい、24ページに示されている例題、はい、これを取り組んでみたいと思います、はい、さあそれではこれまでお話してきた5種類の敬語、はい、先ほどお話したポイントを頭に置きながらこの後、はい、二24ページの例題、えー、こちらと演習問題に取り組んでいただきたいと思うんですがさてそれでは問題にあたる前にこの敬語法の問題をどう解くか解法を説明したいと思いますまず真っ先に見ていいたただきたいのは 敬意の対象高めるべき相手は誰なのか何なのかまずこれを確定しましょう次にその敬意の対象この1は敬意の対象ですねこの敬意の対象の置かれている立場を見てくださいその敬意の対象が置かれている立場が動作の主体すする人だったら尊敬を使います次に動作の客体される人を高めなきゃいけないなら謙譲語1 これを使うことを考えてください。転じまして表現する相手、聞き手や読者、これを高めなきゃならんときは、へりくだる気持ちがあれば謙譲語に、へり下りの気持ちがなく一般的な敬意として言ってるんなら丁寧語、これを使いますね。そしてここまでとは一線を隠して物物を美しく言うんだったら美化語を使うと。ということで。 尊敬謙譲1謙譲2丁寧美化語この5種類の中からふさわしいものをチョイスして使うことになりますさあ皆さんこれを念頭にこのあと24ページの例題これを取り組んでみましょうはいさあそれでは敬語法先ほどお話しした敬語の解法あれを念頭に置きながら24ページの例題これに取り組んでみたいと思います、えー、では改めて問題を読みます、えー、24ページ例題 次の各文の防線部の語句を適切な敬語表現に改めその敬語の種類を答えようただし、えー、2007年2月に発表された敬語の指針の示す5種類から答えるものとするさあ皆さんはもう念頭に尊敬語謙譲語1謙譲語2そして丁寧語に美化語5種類がパッと浮かぶと思いますではこれを前提にやってみましょうまず1番です先生が私の作品を見るさあまずやるべきことは何でしたっけ まずやるるべきは、経緯の対象を定めることです。この中ではい高めなきゃいけない人誰でしょう、まあ、それはやっぱり先生いうことにしましょう、はい。ということでございましてまず経緯の対象は先生であると。次にその先生の置かれている立場を考えましょう。先生が見る先生が見るつまり先生は 見るという動作をする人ですよねはいとすると高める相手はする人だ。とすればこの「見る」は尊敬語にするのが適切だよね。ということで「<laughs> 見る」は尊敬語に直してください。 えー、ということで空欄2には尊敬語が入るわけですそして尊敬語で見るをはいご覧になるって言いますねということで尊敬語ご覧になるこれが正解です えー、ということでこのように敬意の対象が誰かその置かれている立場はそこから尊敬・謙常云々を選択していくわけですねさてそれでは2番にいきましょうさあこの例文においても敬意の対象を定めますがここでも敬意の対象は先生ですはい次にこの先生は意見を 言われる人ですよねということで高めるべき相手である先生はされる人であることを押さえてください。ということで私の「言う」という動作が向かう相手私の「言う」という動作が向かう相手でその影響を受ける人なわけですよ。とするとこの場合の「言うは」は謙譲語「1」に直します。 謙譲語1で「言う」これを「申し上げる」っていうんですね、はい。ということで空欄の3番には「申し上げる」4番には「謙譲語1」がそれぞれ入りますさてそれでは次に3番にいきましょう。3番明日は 弟の家に行きます。で、実はですね、この弟の家に行きますっていう文言、えー、これだけでは減り下る気持ちがある場合、ない場合で謙譲語にと丁寧語の使い分けが考えられます。えー、ただここでははい聞き手が高めるべき相手で減り下る気持ちがあるケースと考えてください。さて弟の家に行きます。えー、ここでは敬意の対象が示されていませんが。 はい、この発言を聞く人がいるものと考えてください。はい、つまり表現の相手がいると。 はい、ということで減りくだる気持ちを持って聞く相手を高める、はい、これは謙譲語2でありました <coughs> 謙譲語2で行くことを「マイる」と言います ここでは、謙譲語2のマイルを使いましょうと。よいしょと。はい、そしてです、ね、先ほど申し上げた通り表現の相手つまり聞き手や読み手に対して敬意を払う方法は謙譲語2と丁寧語両方考えられるわけですけどここでは「行きます」の後ろに「ます」って丁寧語ついてますね。はい 謙譲語にプラスますはある意味ひな型なんですよ。ここではますって丁寧語の前の息ここに棒線かかってますからこれは謙譲語に直すしかないんですね。丁寧語丁寧語って直すやありえないんです。後ろに丁寧語来てるってことはその前の謙譲にあ謙譲このその前の息を謙譲語に直すそう考えなきゃいけません。はい、えー、では話をまとめます。表現の相手聞き手や読み手を高める言葉で 減り下る気持ちを持って使うのが謙譲語鬼でしたしかもここでは「ます」という丁寧語とセットで使われているためこれは謙譲語2にするしかないんですしたがってまいりますこれは正解ですねさあそして4番5枚いきますこの4番面白いですね「来月の10日に取締役会を行う」いや相当なトップダウン型パワーハラスメント型の企業ならありえるかもしれませんがあんまりこういう言い方しないんですねはい。 あ,のあくまでも周知あの、周知っていうのは、みんなに知らせることね、周知。はいえー、ということでございまして、ですね例えば株主様や社員に周知するときに、行うっていう言い方、ちょっときついんですよね、えー、ですからこれは、例えば一般株主だったり、あるいは一般社員だったりに周知するとき、その一般社員に対して、あるいは株主に対して、はい、減りくだる気持ちなくね。 ヘリクラーズ気持ちなく一般的経緯として述べるときに使うのが定寧語ですはいですからここでも表現の相手に対して使っていることはまあ間違いないんですけどちょっとこう書きにくいのですいません縮めちゃいますねはい 聞き手である一般社員だったりあるいは株主だったりに対する発言と考えていただいてさらに減りくだる気持ちのない一般的経緯であると考えていただければ、はい、これは行うじゃなくて。 「ます」をつけていただいて「行います」とするのが適切だというようですね、はい、そして最後の5番、はい「酒を飲みすぎると体に良くないよ」これも言葉として成り立つんですが今回の問題ではあくまでも5種類の敬語のいずれかで答えてくれと、えー、問題の趣旨が「敬語を使え」という趣旨ですからこれは「酒」に「美化語」をつけていただいて「 お酒とします、はい、この場合ものを美しく述べてるわけです経緯の問題ではありません、はい、ということでございましてです、ね、以上上から回答を申し上げておきますけど、えー、まず「1, の丸1」はい、1がご覧になる「2」が尊敬語です「2の丸1」の「一申し上げる」 括弧2の丸2尊敬謙譲語1謙譲語1括弧、えー、3丸1参り丸2謙譲語2括弧4丸1行います丸2丁寧語括弧5丸1お酒丸2美か語こうなりますさあということでございましてまず敬意の対象を設定するそして敬意の対象を定めた後で尊敬謙譲敬尊敬謙譲語1丁寧語美か語 はい、妥当なものを使うこのような発想でぜひ敬語5種類以下に対応してくださいさあ皆さんそれではですねこれで敬語法国語常識の解説を終わらせていただきます最後の動画ははい、和歌そして、えー、<coughs> 文学史こちらになりますでは皆さんまた動画の方でお会いしましょう